山頂上山城は、昌平7年、文奈元年に赤松のりが築城した、張馬国の山城である。兵庫県辰野市の亀山の山頂にあった。もともとこの山には663年の白月の絵の戦いで敗れた山和朝廷が、当、白木の信仰に備えて築城した古代山城があった。そもそも、赤松市の居城は、のりすけの父、 赤松延伸が築いた白旗城であったが、針馬の西に寄り過ぎていたため新たな居城として、範介が昭平7年、文奈元年から10年以上の歳月をかけ、この兵庫県各市の山城を築いた。麓には、範介、義吉則の2代にわたる守護所、小しべ守護館があった。柿津元年に起きた、柿津の乱の際、赤松光介は当初は、 この自分の守護所である坂本城にこもって、室町幕府軍を迎え撃とうとしたのだが、坂本城では、長期の牢城戦には耐えられないと判断し、要害である城山城に移動した。だが、9月8日には、山名総運と幕府に味方した赤松光鶴製の軍に包囲され、翌9日に攻撃を受けた。それを受けて牢城していた、三つの弟、赤松義政は、 着難の千代丸と共に万世に降伏、吉政は千代丸を万世に預けて自害した。その一方で三つと吉政の甥い、赤松の利高は逃亡に成功している。十日には総攻撃が行われ、三つは着死強行や弟即死ゲラを逃がし、一族六十九名と共に自害して、城は落城した。その後、総運の統治を経て、再び、 赤松市の城となったが、天文年間に、天子春久に攻め込まれて陥落し、張間攻略の拠点とされた。しかし、天子軍が撤退すると、いつしか廃城となった。現在、カ吉の乱による、城山落城の際に討ち死にした赤松一族らの供養等が、本丸跡や麓の集落に多数建てられ、赤松一族の霊を弔うための盆供養。 サイレン坊主が毎年8月14.15日に行われ、辰野ノシム系文化財に指定されて、赤松一族の松江らによるサイレン坊主、保存会によって、祭礼の伝承がなされている。昭平7年、文永連築城開始。ありがとうございます。